上海博物館像戦国祖畜館畜館は東洋において紙の発明、普及以前に書者の材料として使われた竹でできた札、木で作られたものを木館というごく特殊な例として宝禅のために玉で作成した玉館も用いられた。公式文書では通常長さは一尺。紙普及後も紙の代用としてあるいは二札などの標識として 長く用いられた。缶をバラバラにならないよう紐でまとめ、編むことを書を編む。編集と言い、編まれた缶を一辺の書と言い、編まれた書を巻いたものを一巻の書と言う。また缶を紐で束ねたものを一冊とする。冊は板を紐で束ねた象形文字である。ちなみに板を束ねた構造物を柵という。一般に竹木を書写面とするが、竹青に。 書写されている場合もある。畜刊が利用されたのは古代のことではあるが、古事、生語などの中では書写素材としての畜刊は健在である。歴史書のことを生死と呼ぶのは竹の色が多いからである。孔子が液郷を繰り返し読んで閉じた紐が3回切れた古事から本を熟読することを異変三絶というが、意図は経に対する抜きの意味で異変とは、 横糸で閉じた変哲感を意味する。皮紐ではない。異変三絶とは何度も切れるほど液境を愛読したという意味である。歴史に名を止めることを名を畜白に垂れるというが、名が畜管焼きぬに記され残ることを表現したものである。小役人を糖筆のりというが、この刀は缶を作ったり削って文字を訂正するための小刀である。 紙の普及に伴い、中国では、刀神の還元の命によって、鉱の場から畜艦が排除されたと言われている。だが、代わって、竹で作られた紙である畜紙が作られ、現在も一部分野で用いられている。遺跡等から出土して、歴史、文字等の重要な資料となっている。木艦等畜艦を合わせて、艦読と呼ぶ。畜艦に記載された文字資料は、歴史研究的な価値は、 もちろんのこと、書家にとっても古代書体を見るための貴重な材料となっている。ありがとうございます。